guys! モンスタージョン TV! 始まりました、モンスタージョン TV! この動画を見るときは、グッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく、この動画も目指せ1000いいねでいきましょう。ということで、前回に続き、麦わらの一味の強さランキングをやっていきたいなと思います。今回は5位から1位を一気に発表していきたいなと思います。ちなみにこの麦わらの一味っていうのは、10人でやっております。本当であれば9人でやるべきなんですけども、ジンベエもやはり10人目としてね、もう確定でいいでしょ。これ確定で入ってくると僕は見てますんで、ジンベエがそのまま入ったっていう風に考えて10人で計算しております。本当であれば11人目に入ってくるウルージさんをね、入れるべきなのかなーなんて思いましたけど、今回はもうあえてウルージさんは入れておりません。なのでこの10人でジンベエを含んだ10人でランキングを構成しております。それでは5位から一気にやっていきたいなと思います。第5位はジンベエでございます。ジンベエがここで出てきました。元七武海でございますよ。この男の力は間違いないです。そもそも魚人空手、これめちゃくちゃ強いですよ。人間みんな体に水分を含んでおりますがね、その体内から破壊してくるこの魚人空手でございますよ。もう避けようがないよね。能力者であってもダメージを食らう。なんならね、これ内部破壊っていうのはもうまさに致命傷になりうるね、とんでもないダメージなんじゃないかなと思います。ドフラミンゴとローの戦いを見ててもわかりますが、内部にダメージを与えるローのあの技ね、ああいうのを考えても思いっきりドフラミンゴでもやられかけたじゃないですか。ドフラミンゴだからこそ持ち返したものの、普通の人間であれば内部破壊はもうどうしようもないよね。例えばでございますがね、麦わらの一味の中でロビンを、じゃあ僕はランキングでジンベイが超えるっていう風に位置付けておりますが、例えばでございますが、花々の実でじゃあ抑えましたとね、攻めてくるジンベエを抑えましたとはいえども、結局はね、あの花々の実も相手がめちゃくちゃ強いような力を持っていたら剥がされるわけでございますよ。だからこそジンベエにはまあ効かないんじゃないかななんて僕は思うんですよね。そしてジンベエは結局水を使うわけでございますよ。彼の力っていうのはまだまだ未知数でございますが、空気中にあるこの水分をもっと集めたような技があった場合、思いっきりその水をぶつけられて能力者はやられてしまうかもしれないよね。イメージ的にはナルトのザブザが使ったね、水牢の術ぐらいの規模感ぐらいのね、水をもしもぶつけられてしまったら結構めんどくさいかもしれないよね。対能力者っていうところではジンベエも結構やばいんじゃないかななんて思います。だけどここでも出てくる波でございます。ジンベエと当たってもやはり波の雷っていうのは上回るんじゃねえかなって思うんですよね。ランキングではね、僕は結構後ろの方に波を置きましたが、だけどやはりずっと言っているように、誰と当たるか次第でこのランキングっていうのはもう全部が全部で結構変わってきます。総合的なところを見て出しておりますが、この波の雷ここでも生きてくるんじゃないかなと思います。そして何よりすごいのがジンベエの基本的な戦闘能力ね。エネルギーステロイドを食いまくったホーディの打ち水をね、何も食ってないジンベエが普通に打ち水かまして相殺してるわけでございますよ。これから見てもジンベエはまさに化け物でございます。ジンベエが5位でランクインするのも間違いないよね。続いて第4位でございます。第4位はサンジでございます。まあ第3位サンジっていう風に来た方がなんとなくこうしっくりくるところではございますが、ここでランクインでございます。サンジとジンベエ、これ結構迷ったんですよ。どっちが上なのかなって考えたんですけども、今のサンジであればもしかしたらジンベエの方が勝るかもしれない。だけど、サンジにはレイドスーツがまだありますよね。今後このレイドスーツを間違いなく使うと思います。そうなった場合はジンベエを上回るんじゃないかななんて思うんですよね。基本的にジンベエと当たった場合はやはりあの内部破壊を食らうね、魚人空手っていうのが一番やばいと思うんですけども、レイドスーツを使ってしまえば、まあスピードで圧倒して一発も食らわないように先手必勝でジンベエに勝つなんてこともできるんじゃないかなと思うんですよ。自由自在にもはや空を
飛べる産地でございます。ジンベエと当たった場合は結構ね、ジンベエは苦労するんじゃないかななんて思います。レイドスーツも含め彼のランキングは良いっていう風になってくるんじゃないかなと思います。今後の展開産地ね、めちゃくちゃ期待するところでございます。続いて第3位でございます。まさかのジンベエ産地を抑えての3位でございますよ。その3位にランクインするのはフランキーでございます。これ意外でしょ。まさかのフランキーがここでランクイン、これ結構みんな意外なんじゃないかななんて思いますが、そもそも考えてくださいよ。彼もはや人間じゃないですよ。もうロボットですよ。ターミネーターですよ。なんだかんだね。そんなフランキーでございますが、彼のパンチみんな注目して見たことあります？人の何倍ありますよ。あれ人の何倍あるかわからない、あのどでかいパンチを食らっただけでもまあやられますよ。そしてあんなさ、ロケットパンチみたいな感じで飛んでくるわけでございますよ。普通に考えたらもう即死レベルだよね。そして彼のあの強靭な体ね、多分どんな攻撃でも早々に通さないですよ。覇気使いでもあれは苦労するんじゃないかなと思います。そして現状では多分余裕でパシフィスタをフルボッコにできるぐらいのね、パシフィスタを超えるサイボーグフランキーであると僕は見ております。しかも彼ビーム出しますから、ビームですよ。遠距離からのビーム、近づいてきたら思いっきりズドンとパンチですよ。まあやばいですよね。そして体にはどれだけの兵器があるのかもう分かったもんじゃないよね。フランキー将軍になった場合これさらに太刀打ちできないよね。力としては余裕で億超えだと思います。これジンベエとやったとしてもよ、ジンベエの攻撃、内部破壊、いや内部も何もって感じじゃないですか。フランキー将軍に入られたら元も子もないですよ。サンジの場合はやはり武装色を使ってね、さらに強化した状態で攻撃をしていくっていう風になると思いますが、結局あんな硬い体ですからね、フランキー将軍に入ってたら元も子もないんじゃないかななんて思います。今後フランキーはね、プルトンを作るんじゃないかなんて僕は見てるんですよ。そういったところも含めると結構未知数だなと。現段階でも相当フランキーは強いと思いますが、今後の展開結構ね、フランキーの動き次第でさらに面白くなってくるんじゃないかなと思います。というか一番見てみたいのはパシフィスタとフランキーの戦いだよね。もうパシフィスタをフルボッコにしてるようなシーンが早く見たいです。続いて第2位でございます。第2位はゾロさんでございます。まあ、ここはねゾロさんが入ってきますよね。ゾロさんはねフランキーと当たったとしても、まあ、真っ二つにするでしょう。なんならフランキー将軍に乗ってでもやっぱ真っ二つにされるんじゃないかなと思うんですよね。もはやゾロさんには切れぬものなしっていうぐらいだと思うんですよ。そして彼が世界一の剣豪になるとなった場合はやはりね、早々に彼に勝てるようなキャラってはいないですよ。彼には遠距離での攻撃、飛ぶ斬撃がございますよね。この時点でまあきついところでございますが、近づいたら近づいたら多分満員に入った瞬間に思いっきりぶった切られると思うんですよね。ハンターハンターの信長さんもまあびっくりだと思いますよ。ゾロにはまだ海岸っていうステージが残されてると思います。いやいやジョンさん、そんなわけないじゃないですか。マジ因果ざらしっすよ。目海岸するわけないじゃないですか。そんなわけあるわけないじゃないですかっていう人もいると思いますが、レイリーさんを見てくださいよ。レイリーさん傷入ってるけど目思いっきりパッカーン開いてますからね。顎パッカーンかっていうぐらいパッカーン開いてますからね。となればゾロが思いっきりパッカーンって言って顎もパッカーンする可能性十分にありますよね。それでもあなたはまだマジ因果ざらしっすわって言いますか。まさに信じるか信じないかはウルージ次第でございます。僕の予想ではね、ゾロが今後開眼するんじゃないかななんて思っております。そうなった場合さらにゾロの力っていうのはね、やばいもんになるんじゃないかなと思います。カイドウと戦って真のおにぎりを達成、信じるか信じないかは顎パッカーン次第でございます。さあ続いて第1位でございます。続いてはもう皆さん分かっておりますよね。そう、もうこの方しかおりません。第1位はウルージダメだダメだ、真面目にいきましょう、真面目にいきましょう。ウルージさんじゃないです、はい、ルフィでございます。ルフィがもうこれ第1位だと思いますよ。いやただね、そのままもうストレートにルフィ1位確定でしょうっていうわけではございません。正直めちゃくちゃ悩みました。ゾロとめちゃくちゃ迷いました。ゾロだってめちゃくちゃ強いですからね。今出した情報を元に考えてもゾロの力っていうのは間違いない。そしてルフィと戦った場合を考えてみると意外とね、いい
戦いをするか、下手したらゾロが超えるんじゃないかなんて僕は思うんですよ。だけどなぜルフィを1位にしたのか、やはり現在のギアフォースだけでもあそこまで強いんですけども、ここからさらに能力の覚醒だったりとか、やはり覇王色の覇気が対雑魚用のね力だっていう風に考えるのが違和感しかないんで、やはり覇王色の次の段階、覇王化とかね、そういったような流れが来るんじゃないかなと思うんですよ。見聞色だって極めれば未来が見れるわけじゃないですか。武装色がもしもね、マクロクロスケみたいにベルゴさんみたいになるんだったら、それはそれでございますけども、さらにその上のランクっていうものがあってもおかしくないと思うんですよね。それっていうのが覇王色の衝突で出るようなああいうオーラ、あれをまとうんじゃないかなんて僕は思うんですよね。それを現在使っているであろう男がシャンクスだと僕は思います。昔からゲームでね、シャンクスが登場する時って必ずそういった赤いオーラで攻撃をしたりするんですよ。赤い斬撃が飛ぶのかどうなのか、とにかくそういった赤いオーラみたいなものが飛んでるので、やはり今後そういうような覇王色の次の段階、覇王化だったりとかね、そういったような流れが来るんじゃないかなと思います。そしてやはり船長でございますからね、そういった期待も含めルフィは1位っていう風に僕はしております。ただ現状でやった場合は、先ほども言いましたが、ゾロにも十分可能性はあって、どっちが1位かっていう風に言われると結構迷うところでございます。後々の伸びしろだったりとか、そういった、まあ、役職だよね、船長だからっていうのも含め1位っていう風に考えております。まあ船長イコール一番強いっていう風でも違うとは思いますけども、やはり1位であってほしいっていう気持ちはありますよね。今後ルフィの進化にも期待でございます。いかがでしたでしょうか。今回の麦わらの一味の強さランキングでございます。ぜひとも前回のね、10位から6位のランキングもね、見てくれたらなと思います。それを見た上でこの動画を見るとね、結構面白いんじゃないかななんて思います。それでは最後に皆さん、グッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく。この動画も目指せ1000いいねでいきましょう。そして私の Twitter、 ぜひともフォローしてくれたら嬉しいです。その際にね、ジョンさんフォローしましたよって一言言ってくれたら、僕もちゃんとフォロー返しますからね。 OK、 Twitter の方でもガッツリ絡みましょう。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!